皆様、ハイタイ。はい、本日は沖縄アリーナにてヨギボープレゼンツライジン32が初開催されます。スポーツを通しての沖縄観光案内をしていくので、私はリング上でスピーチを行っていきます。緊張してます。はい、ということで本日はミス沖縄のお仕事の裏側、その様子を皆様にお届けしていきたいと思います。頑張ります。行ってきます。私がスピーチを行うのは7試合目の後なので、それまでは沖縄観光ブースに立ってお客様の対応をしていきたいと思います。本日の目的はスポーツを通しての沖縄観光案内ということになっているので、沖縄の魅力をお届けしていきたいと思います。あっちにあるので行ってみましょう。私たちの YouTube の URL もあります。スポーツを通して沖縄の魅力が、伝わると嬉しいです。スポーツアイランド沖縄ですから、皆さんも年中通して暖かい沖縄に遊びに来てくださいね。本日はなんとスペシャルゲストがお客様で来てくれていました。第38代ミス沖縄コバルトブルースピーナーリカさんです。イエーイ。お久しぶりです。本当に嬉しい。私も一気に頑張れます。よかった。初めてスピーチを聞きましたので楽しみにしてます。本当に緊張がすごいです。大丈夫です。オープニングもたんですけど緊張するもう固まってしまいました。絶対大丈夫です。頑張ります。ゴシちゃんも見れてよかった。嬉しい。素敵。嬉しい。楽しみにしてます。まだドキドキしてます。でもこのドキドキはスピーチが終わって、今ちょっと一息やっとお茶が喉を通ったんですけど、その時に改めてすごい舞台に立たせてもらってるんだなっていうのを噛み締めたドキドキです。今は本当に緊張して、スピーチ中はあんまり記憶が実はなくってですね、なんですけど光とか皆さんが名前を呼んでくれて、それに本当に感動して、その瞬間をとっても覚えてます。リング上に血が飛び散ってたりとかっていうのを見て、もう本当に熱い戦いだったんだなっていうのをリングに上がった時に今感じました。皆さんの熱い思いとか応援している方々の歓声とかも臨場感がすごかったですね。大迫力でしたね。会場でスピーチを聞いてくださった方、あとまた声かけたり、私の名前を呼んでくださった方、もし見てくださってたら本当に私の力になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ということで本日のお仕事が終了しました。本日は14時にアリーナに来てるんですけれども、現在の時刻が8時40分です。はい、という感じで1日が終了したんですが、最後はブース対応を行って、終了後にメインの試合も拝見することができて、もう最後ですね、私ずっとちょっと涙を流してしまうぐらい感動してしまいました。本当に素敵な時間となりました。はい、こういった大きなイベントを作るには本当にたくさんの方が関わっているなっていうのを毎回感じるんですけれども、もう本日も改めてそれを感じることができて、皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。本日ステージに来てくださり本当にありがとうございました。ということで今日はもう興奮して寝れないと思うんですが、ゆっくり休んでいきたいと思います。また明日も引き続きホームで、明後日は YouTube の撮影があるので頑張りたいと思います。はい、それでは皆様もゆっくり休んでください。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは皆様、またやったー。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さん、すごい余韻です。ドリブル。アリーナも素敵な場所です。ぜひ暮らしてくださいね。影響されて強くなった気分です。楽しかったですね。また明日も頑張ります。おやすみなさい。